大谷翔平、打率2割9分8厘、25本塁打、29打点、OPS 1.011、こいつの率直な感想。パーフェクトフォルムでも貯金をか、チームを勝たせるって難しいな。悪くない。中日選手、打率2割3分7厘、28本塁打、169打点、21盗塁。大谷はこの6倍打点打法を見習うべきだよね。中日と比べてるのくさ。そして地味にいい勝負してるんよな。中日全員かかっても大谷に追い越されそう。ホームラン打点で2冠でもチームを勝たせきれないのはあかんな。トラウタニ弾を炸裂させてリードしても、復活したナイトメアが満塁逆転ホームラン打たれて負けるんやから、ほんまエンジェルス。ロイヤルズ戦のサヨナラ負けもそうだけど、エンジェルスは大差だと油断するからダメだわ。まあ接戦でもやられるんだけど。ボードじゃなくてヌートバーが適任じゃね？トラウタニの前打つの。トラウトが復活した代わりにナイトメアも復活した。トラウトも復調気味なのに勝てねえな。最低でもあと6日で5本打って6月中に30本いかないと、ジャッジの62本の記録には届かないぞ。ピッチャーの割にはまあまあ打ってて草。去年と違って今年は大谷以外ホームラン少ないけどなんで？打点と打率よな。マジで日本人がホームランを取る瞬間が来るのかって思って頭バグるわ。来季の年俸どうなってしまうんや。OPS1 台やとほんま見栄えいいな。さすがにこのまま最後まではいかないやろうけど。OPS が回復してて草。ピッチャーの割にはまあまあ打ってて草。ピッチャーじゃなくても十分にヤバい成績。大谷とアロンソの本塁打争いは別リーグだからメンタルに優しい。